寒くなったので、体がポカポカ温まる料理、マーユージーこと黒ごま油の鶏肉酒煮込みを作りますわ。これが主な材料、水に切ってもらった鶏肉半羽ですわ。1羽丸ごと使いたいならば、他の材料も自ら増量しましょう。生姜、クコ、ナツメを適量に用意しますわ。黒ごま油は 100cc、瓶半分の量ですわ。最後は料理酒の米酒、丸1本使いますわ。まずは生姜を輪切りにして、クコとナツメは水につけて、元に戻しますわ。その間、黒ごま油を中火で熱して、生姜を黄色に輝くなるまで炒めますわ。そして鶏肉を投入して、強火で生姜と一緒に炒めましょう。鶏肉がちょっと焦げ色がついたら、米酒で煮る工程に移りましょう。ただし、火がついたまま米酒を投入したら危ないので、ここは一旦火を止めますわ。マーユージーの作り方は、ざっくり全酒と半酒に分けられ、今作っているのは全酒、つまり水一滴も入れなくて、すべて酒で煮る方法ですわ。酒の匂いが苦手な人は、酒の量を半分に減らして煮て、沸騰してから、酒と同じ量のお湯を入れましょう。クコとナツメ、砂糖も入れて蓋をして煮ましょう。氷砂糖があったら、色づきがもっといいですわ。塩入れたら汁が苦くなってしまう説はあって、真偽は不明ですが、入れませんわ。煮る時間は5分から15分ほど、歯ごたえある肉と酒好きな人なら、早めに火を止めて、煮れば煮るほどアルコールが飛んで、肉も柔らかくなりますわ。店でなら火をつけて、アルコールを飛ばしますが、家ではおすすめしませんわ。はい、台湾の寒い日の定番、マーユージーですわ。甘くて酒の香りがプンプンする汁、一口飲んだ瞬間、体が芯から温まりますわ。そういった汁をぎゅうぎゅう吸収した鶏肉をかじったら、ブシャーして、口の中が汁まみれですわ。汁をご飯に入れても、もちろん絶品ですわ。鍋にする食べ方もありますわ。今回はここまで。ごきげんよう。